お疲れ様です。洞窟の中で目を覚まし、のじゃのじゃ言う女の子と出会い、怪しい契約書にサインをこかされ、無事女の子の下僕になってしまったところからです。って、これはちょっとまずいな。どうしたの？ MMO だから当たり前なんだけど、他のプレイヤーが映っちゃうのよね。ガイドラインに、できるだけ他のプレイヤーを映さないように配慮してくださいって書いてあったんだ。無理じゃないかいそれ。きっと配信者モードみたいな設定ができるはず。設定を探すのじゃ。この時は見つかりませんでしたが、後で設定を見つけました。なので設定できるまでフィールドでの動きはカット。ああ、やっと来たか。どうだ、うちのベッドは寝心地良かっただろ。この店、そうめんコイン亭の店主じゃ。いろいろと世話になっておる。本当にね。お前さんにはいくら付け払いにしてやってるのかわからなくなってきたぞ。よし、そのまま忘れろ。今回ので桁一つ増えたからな。ち、主戦止め。どっちがなやったく。金に目がくらんであんな遺跡に一人で行くとかバカじゃねえのか。そんなバカが心配でわざわざ様子を見に来たお人よしの店主はどこのドイツじゃろうな。死なれたらツケは払ってもらえんからな。素直じゃないの。このフェステちゃんの魅力にメロメロじゃと素直に言えばよいもの。まあ大丈夫じゃ。これからはこの下僕が体を張って稼いでくれるからの。お前も大変な奴に目をつけられたな。こいつ見た目以上に年まで老化だぞ。店主さんたら何言ってるの。フェステわかんない。ウナもわかんない。張り合おうとするな。これからどっか行くのか。ああ、こやつの記憶がちと怪しいらしいので手がかりを探しにね。そうか、気をつけろよ。町の外は危険だからな。記憶がおぼつかないならより用心しろ。周りにしっかり話を聞いて準備を怠るんじゃねえぞ。カット。ここアステルリーズは近隣でも最大の商業都市じゃ。手に入らぬものなど何もない。気になった店はとりあえず覗いてみると良いじゃろう。それと冒険者が依頼を受ける開拓局なんてものもある。とにかく広い町じゃ。焦らずゆっくり慣れていけばよい。なんか電光掲示板とかある割に施設はちょっと前時代的というか。あの門の外はモンスターたちが住む世界じゃ。一度越えれば戦いが待つと心得よ。さて。おっと、ここはボイスがないのか。よかったね、喋り放題だよ。逆に喋ることがなくて困るんだよな。そうじゃな。街を見て回ってからでもいいと言われたのでちょっと見ていくかな。ルートガイドというものがあるみたいだね。次の目的地まで案内してくれるみたい。まあこういうのがないと迷いますわな。モンハンワールドのしるべ虫みたいなものかな。さて、ここで無事に他のプレイヤーの名前が表示されないようにする設定ができました。この設定がなかったら動画化できませんでした。よかった。じゃあ、ちょっと街を見て回りよ。この、野菜を売ってそうなお店。しかし何も起こらない。こっちはお話できるね。ディーボン屋、だってさ。なんだディーボンって、当たり前かのように言ってるけど、キリタンはそんなワード知らないのだ。こっちは。準備中だってさ。あ、これ今回ってもあんまり意味なさそうだな。ささっと次の目的地に行きますか。さて、すごいのじゃ。ふふふ。よっしゃ。お、転移装置ですか。いつでもここにワープできるってことだね。ライザでも分かったけど、移動が楽なのは非常に大事だぜ。どれだけ移動のストレスが少ないかがこのゲームの出来を左右すると言ってもいいだろう。マップから今まで行ったことのあるポータルにワープできるんだね。この街にも転移装置がいくつかあるのかな。よし、それじゃあ街の外に出発です。何をしに行くんだっけ。記憶を取り戻すために最初に倒れてた遺跡へ向かうのです。ここがアステリア平原じゃ。マグナ大陸の南端で最も豊かな草原地帯じゃな。いろいろ役に立つものが見つかるし、バファリアの遺跡もあちこちに眠っておる。バファリン。なくした記憶の手がかりも見つかるやもしれんぞ。お主と会ったのはあっちの方にある遺跡じゃ。まずはそこを目指すがよい。最近見つかったばかりでまだ手垢がついておらん。
しかし、そんな場所にいたのだから、お主はよほどの情報通じゃったのかもな。今は無理に思い出さんでいい。とにかく行ってみようぞ。こんなに町の近くにあるのに、最近見つかったばっかりなのか。ほら、灯台元暮らしって言うじゃん。さあ、ここから先はモンスターのうろついてるフィールド。とりあえず最初の敵を倒しまくってレベル上げますか。レベルを上げて物理で殴ろう。あんまりレベル差があると攻撃が効かなくなるのね。紫色の敵には近寄っちゃダメ。キリタン覚えた。よーし、思いっきり狩るぞ。モンスターがいたけど、他のプレイヤーに倒されちゃったね。そう、これが MMO なんだよな。って、なんかあるぞ。採取できるってさ。とこよそ、何に使うかはわからないけど、しっかり集めておこう。モンスターがいっぱいだ。ランドフォックス、キツネさんだね。おらおら。あたた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 。回避もお手の物。回避行動にはスタミナを消費するから、スタミナ管理はしっかりしなきゃ。よし、倒した。さすがに最初のモンスターは弱いね。食え。初めてのダメージ。HP は、納め刀状態で少しずつ回復するみたいです。納め刀。だいたい片付いたね。レベルアップできそう。うなで隠れてるところに白いバーで経験値の進捗があるんだよ。今は半分弱ってところかな。レベルアップまでやろう。レベルアップ、レベル2になりました。体力が30増えたりしました。そして新しいスキルを獲得。スキルは自動的にセットされるみたいです。4個までなんで、それを超えたら自分でセット内容を選ぶ必要があるみたいだけど。レベルアップしたところで目的の遺跡に到着しました。何か思い出すことはあるかな。わしとしたことが気づかなんだ。行け下僕よ、蹴散らしてしまえ。よし、戦闘だ。で、こちらがスキルのチュートリアルだね。コマンド入力でスキルを発動。まあ、当時のキリタンは全く操作に慣れてなくて、めっちゃ誤爆しまくるんですが。早速スコってるし。さあ、グダグダな戦闘シーンをご覧ください。グエ、雷攻撃を受けて、雷属性やられになった。モンハンだと気絶しやすくなる効果ですが、こっちはどうなんでしょうね。よし、あとはこいつだけだ。そういえばターゲットロックができたね。特定のターゲットに合わせて視点が移動するやつ。これなら攻撃を叱ることもないぜ。あ、まだまだいたわ。よし、すべて討伐完了。結局スキルがどんな効果だったのかわからなかったぜ。後でちゃんと確認してみようね。さて、それではそんなところで、時間が来たので今回はここまでです。よかったら、いいねしていってね。アクションゲームの実況って難しいな。ではでは、See you!